こんにちは。今日はアーティチョークのパスタを作ります。重要なポイントを順に説明するのでご参考にしてください。他の動画もぜひご覧ください。この動画への高評価、チャンネル登録をしていただくと動画更新の励みになるのでよろしくお願いします。アーティチョークのパスタは今日はこれで2人前を作ります。この感じ、もうつぼみみたいですけども、いろんな作り方があって、オーブン焼き、炭焼きの場合は丸ごとを使ったりするんですけども、パスタにするときにはこの角の部分、真ん中にある柔らかい部分を使うので外側を剥がしていきます。その前に今日はオイルベースのところに入れていくので、このオイルベースは、恒例のニンニクとオリーブオイルのベースで作ります。まずニンニクを潰します。ニンニクを入れます。私の動画を初めて見た方で、なぜフライパンが斜めになっているか疑問に思った方は、過去の動画をご覧になってください。そこで詳しく説明させていただいてます。60から70。これで70。はい。弱火でゆっくりと加熱していって、旨味の膜を出します。アーティチョークの処理を始める前に水を用意します。で、アーティチョークはナスなどと同じくらい変色しやすい野菜なので、レモン水を作って変色を防ぎます。はい、では剥いていきます。はい、ではまずここからいきます。びっくりするくらい剥いちゃうんですよ、これ。アーティチョークを剥いていくと、だんだん白い部分がこう見えてきます。薄緑ですかね。濃い緑から薄い緑になっていって、白さが増すほど柔らかい部分で食べれるようになっていきます。で、このあたりは、オーブン焼きなどで食べるときには、こう、歯で、こう、しごいて、こういうふうにしごいて食べれるんですけども、パスタにするときには、もうちょっと中の柔らかい部分を使います。なので、一見もったいないですけども、今日はここを捨てていきます。こんなになっちゃいました。一番最初がこうですからね。だいぶ剥けちゃいましたね。変色が早いので包丁を入れるのは最後の仕上げのとこで入れます。はい。ではここからは、刃がちょっとカーブしている、ペティナイフ使います。茎の部分をなるべく食べたいので、こういう刃が曲がっているナイフで切っていきます。ただこういう緑の部分もすぐ変色して黒っぽくなります。急いでやらないと間に合いません、これ。変色しても味はそれほど損なわれないのでいいんですけども、見た目が綺麗な方がいいですからね。はい、こういう風に剥きました。もうこの辺色が変わってきてますね。硬い部分をカットして、そしてレモン水にちょっとこうつけます。これだけでだいぶ予防になります。この部分ちょっと噛んで柔らかさをね確認するんですね。ちょっとまだ青い。もう少しだけ取っていって、この辺でいいかな。もう一回味見を。まあまあいいかな。じゃあこの辺から始めよう。頭の緑の部分、ここから右側、ここをカットします。これは捨てます。こういう感じ。で、ここから、真っ二つにします。はい。そうすると、こういう断面になっていて、食べれないのが、このふさふさの部分です。で、アーティチョークも収穫時期や成長のし具合によって、このふさふさの部分の硬さが違います。今日は産毛のように柔らかくて、これだったら口に入っても痛くないんですけども、どんどんこれ硬くなってきて、針のようになってくるので、そうなった時には特に気をつけて、ここを処理して取ってあげないと、後で食感に影響します。はい、では取っていきます。はい、綺麗に取れましたね。端の部分も綺麗に処理していきます。
毛の部分をですね、触って痛いところが残ってないか確認するのが下処理ではすごい大事です。はい、じゃあこれでいいです。まず、これでレモン水につけます。いってらっしゃい。はい、こちらも処理します。はい、ここでフライパンの方ですけども、ニンニクの旨味の膜がだいぶ出てきてます。はい、見えてますか？すごい膜出てますね。はい、ではここからアーティチョークを切っていきます。はい。まずこの上の部分ですね。こういうふうに切りました。ここで離れます。で、次はこの部分を切っていきます。自分用に作るときは結構横着するんですけど、今日は皆さんに綺麗な色で料理を見ていただきたいので、もうここから急いでフライパンに投入します。フライパンの中にあるオリーブオイルにすぐ投入することで酸化を防ぎます。もうニンニクは抜いてます。こう。こうですね。急いで急いで。刻んだ全面にオイルの膜がかかるようにしておきます。はい。これをあと3回繰り返します。では今日のパスタはバリラ7番スパゲットに茹で時間11分、これを9分茹でていきます。はい、ここからアーティチョークを炒めていきます。中火で炒めていきます。これちょっと味見をしてみます。もうちょっと塩味を足します。塩が決まりました。仕上げに少しゆで汁を入れます。ほんの少しだけ乳化させます。出来上がり。完成。召し上がれ。では、ボナペティート。まずはアーティチョーク、上のアーティチョークからいただきます。うん、美味しい。まだ食べたことない人は、タラの芽とタケノコを足して割ったような感じの味。で、パスタの方も。
アーティチョークは秋から冬にかけての野菜なので、もうそろそろ暑くなってくると食べれなくなるんですけども、これはもう秋と冬の楽しみですね。最高。皆さんも作ってみてください。じゃあもう一口。この動画への高評価、チャンネル登録をしていただくと動画更新の励みになるのでよろしくお願いします。